ゆるまずギュネーは、トルコの映画監督、脚本家、小説家、俳優である。1937年4月1日、アダナ近郊で、ザザ人の父とクルド人の母の間に生まれる。両親は、メンバタケの労働者として、トルコに移住してきたため、ギュネーは労働者階級として育つ。アンカラとイスタンブールの大学で法律と経済学を学んでいたが、 大学在学中の1958年に俳優、脚本家として映画業界で働き始める。はじめはアートフ・ユルマズ監督のアシスタントであったが、すぐに2枚目俳優として人気となり、1975年までの17年間で100本以上の作品に出演した。脚本家としても1983年までの25年間で50本以上の脚本を執筆している。 1960年に国内でクーデターが起こると執筆した小説が共産主義的であるとされ、1960年から1962年までの2年間、ギュネーは刑務所に投獄される。出所後、1966年に AT アバートサイラで映画監督としてデビュー。1968年には映画制作会社ギュネーフィルムを立ち上げ、希望や エレジーなど4年間で13本の作品を監督するが多くはトルコ政府から上映禁止処分を受ける。1972年アナーキストの学生をかくまった罪で再び投獄されるとギュネーは獄中から指示を出し助手のシェリフ・ギョレンが現場で演出を行うという形式で映画制作を行い同年恩赦を受けて出所しアルカダ州を撮影したが エンディシェの撮影中に、ユムルタルク軍のカジノで抗論相手の軍判事セファー、ムトゥルを射殺した角で逮捕され、10月25日に、アンカラ重刑罰裁判所で開始された、裁判の結果、1976年7月13日に19年の、禁庫刑を言い渡された。ギュネーは再び獄中から指示を出し、ゼキオクテンが演出を行った、群れや敵といった作品を制作し、 前者は、ロカルノ国際映画祭特別表彰や、英国映画協会、サザーランド杯、後者は、第30回ベルリン国際映画祭で、特別表彰を受賞するなど、いずれも高く評価された。また、1977年と1981年には、業績を称えられ、ベルリン国際映画祭で、国際映画批評家連盟賞を2度受賞している。1981年に、 刑務所を脱獄し、フランスに亡命。獄中のギュネーの指示をもとにシェリフギョレ連が演出を行った未知の編集作業を行い、翌1982年に完成させる。刑務所から仮出所を許された5人の男の姿を描いた本作は、第35回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞する。1984年、亡命先のパリで遺願により47歳で死去した。 パリのペール・ラシェーズ墓地にある、ギュネーの墓。ありがとうございます。